なんだこれ。これ、なんか変わんねえな。これ、あのリニューアル感がゼロみたいな。作家どういうことこれは。どういう。これなんか変わってない気がするんだけど。位置の疎通がうまくいかなかった。ああ、なるほどね。まあまあまあ、作家さんとのね。まあ、しょうがないね。しょうがない。悩んでるんだったらしょうがない。まあもう今週はしょうがない。来週からちょっとね。いや、でも全部含めて談話室。ああ、そっか。うん、そうだね。まあ、今、愛っていうことでね。まあまあまあ。まあでも、たった一人のために頑張るのが、ディアガールストーリーズです。というわけでね、今回は、頑張ってもう解決していきますよ、ね、はい。お腹を壊すのはどうしたらいいでしょうかということですが、まあ病院に行きましょう。あ、はい。あ、はい。スカンダリスマスすぎ。あ、違う。あのね、僕たちがね、うん、今回は。うん。あれ、なんか違うんですか、中村あすみこ先生、たった一人の、うん、世界でたった一人のあすみこ先生のために、うん、スペシャルなアイテムを用意しました。うん、っていうか、ヒロシも持ってんじゃん。あ、これ、何これ。じゃーん、腹巻き。これ腹巻きだったのか。わかんなかった。なんかあの渋谷のお兄ちゃんが頭についてるさ、へいよーって感じのこういうのかと思って。かぶりなさんな。あ、でも似合ってる。似合ってるのがまだ。ねえ、そういう感じじゃね。こういうなんか帽子かぶってる人いるじゃん。ダメ。あ、違うんだ。それはお腹に巻くものです。あ、巻くものですか。あすみこのためにね。ああ、そう、このね、今ヒロシがかぶってもちょっと似合いすぎてて面白いそういう人だもん、うん、もうそういう人いるもんだって。携帯サイト見てね、写真載ってるから。あ、ぜひぜひ、うん、はいはい、視覚的なことをね、はい、これあげます。おお、あ、これあげるもんですか。あ、すいませんでした、はい、すいません、これ頭が落ちた。でもね、ただ何同時に演出してんだよ。ただあげるだけだと寂しいのでね、うん、僕たちが今からこの腹巻きのあのお腹が痛くならないような魔法の言葉を書いて、うん、プレゼントしたいと思います。痛いの痛いの飛んでけみたいなこと的なことを、ね、あ、そうかということですか。こんなカラフルな、マジックが用意されておりますので、はい、こちらにですね、僕らの、僕らが直に、はい、あのコメントと言いますか、はい、ね、魔法の言葉を書いてみる。じゃあ早速ですけども、アスピックのために僕が腹巻きで体を、はい、僕たちの言葉で心を温めてもらおうよっていうことです。いや、はい、今ね、赤い文字で、はい、ダンという字を書きました。これなんか温かそうでしょ、うん、お、ダン、オン、オンだねオンだった、間違えた。でもなんかね、赤で書いたなんか血文字みたいで怖え、ちょっと。ダイイングメッセージみたいですね。ダイイングメッセージみたいだね、はい、じゃあ一応写真撮りますか。はい、こんな感じでね。じゃあ続いてオノディが、あ、これあのヒロシーって書いてますね。はい、お、どうしようか。あ、もう漢字一文字っていいですね、なんかね、ちょっとデザインっぽくてなんか名前書いたらますますダイイングメッセージみたいな。なんか赤ってほら、わしら死んでも赤ってなんかほら温かいイメージがあるじゃん。うわ、なんかすげえ手真っ赤なしたこれ。じゃあ、はい、次続いて小野くんが。あ、でもね、何ですか。そうそう、うんうんうん、赤とほらだんね、温かい色のさイメージがあるから、赤で書いたらさ、うん、なんか血みたいになっちゃった失敗失敗って何今日の実行なんですか。分かんない。どうしようかな。じゃあ続いて書いてください。僕でもね、青が好きなんで青で書こうかな。じゃあ青で、あ、でも、うん、よし、うん、じゃあ、まあ漢字一文字にこだわらなくてもいいですからね。あ、はい、書きずれ、うん、すげえ書きずれ、ここはよくね、あー、書きずれ、すっげえ書きずれ。いや、僕はね、寒い時はこれで暖を取るんで、よいしょ。これどうですか、これこれ、これ良くないですか、これ。これどうですか、これ。何それ。犬。犬。何犬って書いちゃったの。え、うん、好きだから。オン。ですね。ダメ。困ったな。ちょっと貸して、それ。ダメ。小野くん進めてていいよ。嘘。はい、貸して。ダメだったか。追加しとくから。はい、ダメ。お、なんか。進めてて。なんかこ、なんかここ最近で一番静かになったな。どうしよう。じゃあ僕の好きな、地下鉄の駅の話をしますね。進めててよ。ここから、ここから。神谷町って駅が好きですね。あれやっぱいいですよね。うん。やっぱ、うん。なんかね、やっぱツンデレの匂いがするかなって気がするんですけどね。はい、僕はあの、台本を、ね、こんな感じになりました。え、何、どうした、え、この後ろの紹介室では毎週コミックシーフの作家さんから僕たち宛てに普通のストーリー略して普通ストが届くことになっております。ぜひラジオの前のあなたもコミックシーフを手にラジオを聞いて。